はい、福ちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のささっと絵手紙は風鈴を描いてみようと思うんですが、いつもと少し雰囲気を変えて墨線を使わないで顔彩だけで描いてみようかなと思います。では早速描いていきたいと思います。このチャンネルはお絵かきをしながらおしゃべりの中で描き方のコツやお絵かきに関する情報を発信するお絵かきチャンネルです。ぜひ最後までご視聴ください。描いている用紙は画線紙の機械すきを使っています。絵の具は吉祥の顔彩の24色セットを使っています。まず麻木を水で薄く研いで風鈴のシルエットから描いています。今回描く風鈴は夏の青空を背景にしようと思います。輪郭を描いた麻木をそのまま使って風鈴のシルエットラインの外側へ空を描いていきます。ただ真っ青な青い空だと面白くないので雲の形を抜いて色を差していきます。空の青さで風鈴の輪郭を抜いて形を描こうと思っているので逆に雲の抜きどころが難しいですね。雲には特に形があるわけではないのでどんな形になってもおかしくはないんでしょうけども、露骨に風鈴の周りを取り囲むような雲を描いてしまうとちょっと白々しく見えてしまいますよね。そのあたりはなんとなく自然に見えるように描いていかないといけないんですが、やっぱり下書きをしないで一発書きで描くというのはなかなか難しいものがありますよね。画面の下の風景は緑が生い茂っているような形にしようと思います。色は若葉を使って木々のシルエットを描いて薄くベースを置いていきます。今回風鈴を描くにあたって最初は青い空と白い雲の中に風鈴がそよいているようなイメージを描いていたんですが、それだけだとなんとなく画面が間延びして締まらないなと思ったので画面の下の方に緑の風景を描くことにしました。若葉で緑のベースを入れた後、青草を使って木々の葉の質感を入れていきます。撮影をした後に気づいたんですけども、画面に対して左側からのライトの方が強く当たっていたみたいで、同じ絵の具の濃さを塗っているんですが、右側の方が少し濃く見えて、左側の方が明るく見えてしまいますね。これは同じ色なので、本来は同じ色合いに見えないとおかしいんですけども、ちょっとミスってしまいました。着彩をした画線紙の絵の具が乾いたところで、さらに空の色を塗り足していきます。色はやはり麻木を使うんですが、ベースに塗った時の色より濃いめに着彩をしていきます。いつも絵手紙で使っている画線紙なんですが、この画線紙という紙は独特な特徴がある紙ですね。水の吸い込みというか絵の具の吸い込み方が水彩紙とはまた全然違った個性を持っています。絵手紙の動画を始めて今回で10作目になるんですけども、福ちゃんはまだまだ画線紙の特徴をつかみきれてない感じです。本来画線紙を使って描くときは塗り重ねをするのではなくて一発描きで塗り切って仕上げるのがいいのかもしれないですね。空の下の方は途中から白雲を加えていきましょう。途中からグラデーションでやんわりとアクセントをつけるような感じですね。青い空と白い雲の境界線を水でなじませてやんわりとぼかしていきます。雲の陰影を若干つけて立体感を持たせていきましょう。こういったさりげないぼかしやグラデーションも水彩を扱っている時のように画線紙では普段通りにはちょっといかないですね。ただ扱いづらい紙なんですけども、試行錯誤しながらそんな中でうまく描けた時はとても満足感に浸れてしまいますけどね。木々に暗い部分のボリュームをつけてさらに深みを持たせていきます。この緑の部分は空の青さをスカッと抜いてみせるためにも少し深い目の緑に仕上げていきたいと思います。ではいよいよ風鈴に色を入れていきます。風鈴はガラスの透明感をできるだけ出していきたいので色は空と同じ麻木を使っていきます。麻木を薄く研いで風鈴の内側の影を取るようにシルエットラインのエッジを残しながらグラデーションを取っていきます。その際に風鈴の中からぶら下がっている
ガラスの棒状のもの、これは舌というらしいんですが、舌の形を残して色をのせていきます。風鈴の外側は輪郭部分を白く残してグラデーションを入れていきます。ここは立体感を意識して色を入れていかないといけないですね。今回ガラスの透明感を活かせないかと思い、あえて墨線を使わないで背景から風鈴のシルエットラインを起こして描いてみているんですけども、画線紙を使ってこの描き方はちょっと難しかったかもしれないですね。画線紙はあまり水を多く含みすぎると描きたい境界線の外側まで絵の具が広がってしまったり、細い線で描いた時に色がにじんでしまったりするので、今回結構はみ出しとかが多くなってしまいました。とりあえず気にしないで描き切ってから、あまりにも目立つところは修正を入れていきたいと思います。短冊に紅を使って色を入れました。同じく紅を使って風鈴に描かれている金魚を描いています。金魚はシルエットでシンプルに描いていきます。同じくもう一匹黒い金魚を描きます。黒い金魚は黒を使ってあまり濃くならないように意識して色を刺していきます。描いた金魚の周りに水草を描いておきましょう。水草は若葉を使います。水草はあまり描きすぎないように気をつけていきましょう。絵柄を入れるとなんとなく風鈴っぽくなってきましたかね。風鈴本体に映る暗い部分に色を刺していきます。色はアサギを少し濃いめに使っていきます。同じく濃いめのアサギを使って風鈴の内側の暗い部分に色を刺していきます。ここは奥側からグラデーションをつけて着彩をしていきます。風鈴上部の糸を描いていきます。色は薄い目の黒を使っておきましょう。短冊にも色を塗り足していきます。色は同じ紅を使って少し濃いめに着色をしていきます。風鈴にぶら下がっている舌という部分に色かぶりをしている箇所にホワイトを入れていきます。それ以外にも色がにじんでしまっているところなどホワイトで修正を入れておきます。ホワイトはブリードプルーフホワイトを使っています。緑の背景の木々に厚みを入れていきます。色は青草を少し濃いめに使っています。ホワイトで少し修正を入れた短冊の際も青草で重ねていきます。ホワイトで短冊に模様を入れていきます。模様は風を感じるようなイメージで入れてみました。風鈴本体もホワイトで仕上げを入れていきます。水槽の中の泡と水の流れのイメージを風鈴表面に描いていきます。ゼスというガラスの棒の中を通っている風鈴の糸を描いていきます。絵はこんな感じで完成になります。では言葉を指していきましょう。相変わらず字は汚くて申し訳ないですが、今回は夏空に涼しい風音と短くまとめてみました。では最後に落款をして完成になります。はい、今回のささっと絵手紙は風鈴を描いてみましたが、いかがだったでしょうか。実験的にと言いますか、墨線を使わないで色だけで描いてみたことで、なかなかささっといかなくて、最終的には修正が多い絵手紙になってしまいましたが、なんとなくガラスの風鈴のイメージは伝わったのではないかなと思います。今回の動画が良かったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録を。また感想やコメントなどをいただけると非常に嬉しいです。では次回も福ちゃんのお絵かき工房でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。